よ。やっぱりなかなか流れを読みにくい、うん、でそれぞれのゲームでお互いのいいところが出てる。でやっぱりちょっとその自分のプレーが、まあ、先ほどのこうゲーム中盤後半のようにですね、それがずっとチキータでいってよかったのがちょっとストップが多くなったりするとそこをすかさず庭が攻めていく、逆に庭がちょっとこう弱気になっていくとすかさず曽根が攻めていくっていうのが本当に交互にあるような感じでシーソーゲームだったんですよね、ですからこの第5ゲームも非常に読みづらいですよね。どっちが流れつかむんだと。そうですね、昨シーズンの対戦成績は1勝1敗3対2で丹羽勝利、3対1で曽根勝利。さあ大事なファイナルゲームです。曽根が勝てば TT 埼玉マッチカウント2対0とすることができます。チキータでいく、いやーこれ簡単です。一つギア入れ替えましたね。いやさっきの第4ゲーム後半からフォアハンドのピント合ってるじゃないですか、はい、あの浅いボールにも強いボールにも、これですよね。そこでやっぱり触れるという自信があるとですね、庭らしいプレー出てきますね。そんなのチキータブロックする、カウンターに行く、ほらこれもです。あ確かにあのボールですらも振りに行ってますよね庭は、この表情です。気合がみなぎってきました。この高いボールを送ってこれですからね。そうね、あタイムアウトですね、ここで TT 埼玉タイムアウトです。いや渡辺さん、曽根としてもこの日本のチキータ決して悪くはない、むしろ素晴らしいチキータだったんですが、はい、そうなんですよ。やっぱりもっとしっかり攻めていかなきゃいけないということは、第4ゲームの中盤後半でストップつつきが多くなったことで庭につけ入る隙を与えてしまったということは埼玉ベンチでも把握していて、やっぱりそこはもうちょっとあの良かった時のプレーはもう絶対攻めだと、先手取り行こうと。でもそれをやっぱり庭はもう自分のピントをこう第1ゲームからいろいろな模索して合わせていって、最後攻めるピントで今合っちゃってる状態ですよね。ですから今度はその状態で曽根が有利に持っていくにはどうすればいいか、ここがこのタイムアウトのアドバイスで必要なところなんですよね。一つは逆に深いツッツキを送ったりとか、はい、切らせて、うん、庭に しっかり打たせちゃってから曽根が攻めていくことなんですね、まあ、リスクも当然あります、先手取られますから。ただもうゲーム後半勝負ですからね。さあタイムアウトが明けました。庭のこの表情、ノータッチです。攻め切りましたね。まあだから強いチキータが来ないサービスにしましたよね、縦回転で。でしっかり庭はそこに、まあ、安定性のあるボールでいったところを待ち構えてましたね。それ今度はチキータ、うん、ミドルを狙った庭ですがしっかりと回り込んでいきました。8ホールです。追いつきました。今シーズンのキャプテン曽根翔、ここはね縦回転できてますから、逆に庭に深いツッツキかなんかでいってほしかったですけどね。庭のサービス、あサービスエースです。よく切れた下回転でした。シンプルなサービスでした。ちょっと柔らかな表情、2人とも同じような作戦を使ってますよね、縦回転で。ロングサービス、ここでロングサービス、サービスエース。今には嬉しそうな顔しました ね、ベンチに向かってガッツポーズ。5ゲーム温めてた、あのやっと点数取れたと、はい、珍しいですよね、こんだけ笑顔になるというのも。作戦が実りました。これで2本連続のサービスエースで、これマッチポイントですからね、白髪監督も笑顔です。まあ、今それとしては聞いてた縦回転でチキータをさせてっていう展開がまず一番最初に頭に浮かぶんでたと思います。ストップから入る、回り込んできました。にわかポーズ、接戦を制しました。渡辺さん、非常に面白いゲームでした。いやすごいですね、やっぱりこの2人がやるとですね、こういうシーソーゲームになりますよね。お互いのプレーを出して最後勝つのはどっちなんだろうと。
今日は庭でした。第5ゲーム 11-8 庭が取りました。これで第2マッチは岡山リベッツ庭幸喜が TT 埼玉曽根翔にゲームカウント3-2で勝利しました。これでマッチカウントは1-1です。渡辺さん、改めて庭の勝因を伺いますか。そうですね、やっぱりこう、まあ、プレーとして良かったのはやっぱりこの自分のこう攻めるにも根拠を作ったと。それは何かというとやっぱりピントはしっかり合わせなければやっぱり曽根の打ってくるボールに対応できないと。でそれがやっぱり成功しましたよね、第4ゲームの中盤以降。これが非常にまず勝ったあの要因になったと思いますね。でもう一つはやっぱりサービスエースが最後取れた。でここでやっぱり最後の最後にこのバック曽根のバックへのロングサーブが効いたってところですね。Tリーグ TT 埼玉対岡山リベッツ、第1マッチは埼玉、第2マッチは岡山、マッチカウント1-1です。